この、圧倒的な腕力。時間が経つと、右のピンクの丸が、どんどん小さくなってゆく。このピンクの部分がなくなると、私の体は重力によって、下に下に落ちてゆく。つまり、落下だ。その下の、赤いバーは、私の体力を表している。よく覚えておくがよい。次。これが私の武器だ。アーチェリー世界選手権優勝者を共に持つ、この私にかかれば、たとえ無人コナミの的でも、見事にヘッドショットを決めることができる。できる。お次は剣だ。謎の技術を用いて、村人の居場所を暴くことのできる、他人のプライバシーを、まるで考えないハイテク武器だ。見よ、この切れ味。たとえ最愛のアグロだろうと、容赦はしない。もう一度言う、容赦はしない。容赦してやる。うおおアグロうおお私の黄金の右手を、くらえアグロカワユス。光に導かれるまま、やってきました後藤さん宅。高台のお家なんて、なかなかおしゃれじゃないか。日当たりがちょっと悪いけど、村長の家からも近いし、立地は最高。これは良いものを開けてもらえる気がするぞ。ごめんくださいませー。ゆっくりワンダですー。あのゆっくりワンダですー。後藤さーん、ご在宅でしょうか？お、地震。何あのでかさ。後藤さん、なんであんなにでっかいの？後藤さんだけ、特別でかいの？いやいや、私が子供の頃に、何度か後藤さんに遊んでもらったことがあるから知っている。後藤さんは、あんなサイズではなかった。後藤さーん、気づいてー。ちなみにこの矢の先端は、プッチンプリンでできているので、人に向けて撃っても、安心なんだぜ。あ、気づいてくれた。後藤さん、お久しぶりです。子供の頃、よくピンポンダッシュをしたり、後藤さんの庭のザクロを、勝手に取ったりした、あのゆっくりワンダです。すみませんが、貧血の薬とか、持ってませんか？マスキゲン S 錠とかで構わないので、持ってたら分けてもらえませんか？え？ちょ、うわー。じゃあ、攻撃されたー。なぜだ、なぜ後藤さんに攻撃されなきゃいけないんだ。あれか？昔、後藤さんの名前で、隣村に爆破予告出したこと、まだ根に持ってるんですか？あの時、後藤さんが警察に連れて行かれて、マジワロタワ。その後、後藤さんが2ヶ月帰ってこなくて、さらにワロタワ。でもまあ、昔の話なんだから、もう、怒らなくてもいいじゃない。って、村長。さっきから何ブツブツ言ってるの？おしゃれタトゥーシール？また変なもんが流行ってるのね。仕方ない、後藤さんの怒りを鎮めるために、おしゃれタトゥーシールを見つけて、ひっぺがしてやろう。お？光が、後藤さんの額を示してる。これ、あそこにタトゥーシールがあるってこと？なんというチャールズ・マンソン、マンソンファミリーなの？おお、怖い怖い。猟奇的な後藤さんは、このゆっくりワンダが、じきじきにお仕置きしちゃいますよー。お、足で発見。随分豪能でいらっしゃる。こっからよじ登って、てっぺんに行こう。ロッククライミングだー。いいですね後藤さん、新たな商売の香りがします。世にも珍しい後藤さん登り、1回5000円。かっこ、下山は別料金。って、なんか青光ってる。これも、タトゥーなのかな？ちょっと後藤さん、聞いてます？これ、タトゥーなんですか？剥がしてみてもいい？虫かよ。
いや、ただ聞こえてないだけだよな。私を無視するなんてそんなひどいこと、後藤さんはしないよな。うわ、後藤さんがこけた。どうしたんだ後藤さん。はらあ、痛い。てか、体力やばい。総員撤退、繰り返す、総員、超撤退。よし、元気100倍アンジュンファン。後藤さん目、この私を踏みつけるとは、いい度胸だ。貴様の足毛に火をつけて、埼玉県秩父地域の信仰領事、日渡り祈願、いわゆる、日渡りを再現してやる。やるのはもちろん、このゆっくりワンだ。いやいやいや、ブンブンシャカブブンブン、マジ勘弁ですよ。私の体は、全体の 90% が紙でできてる紙人間なので、日渡りなんかしたら、残り 10% の、よくわからないものでできた、よくわからない人間になってしまいます。アキレス腱だ、アキレス腱を狙うんだ。あ、ここはさっき狙ったからもういいか。今度は、上だ。上に行くんだ。よいしょー。どっこらせー。よし、登れた。しかし、なんか臭い、何この匂い。ケツ？ここ、後藤さんのケツ？人様のケツにホイホイ登ってしまうなんて、私はなんということをしているんだ。よいしょ、よいしょ。ケツに行かなくても、上に進めばよかったんだな。決して、ケツに行きたかったわけではないからな。断じて違うからな。前回、ミス習得物に対しての、私の態度が、あまりにも不自然だから、もしかしてそっち系？って思われるのは、あまりに遺憾である。私は、一市民として、お外で拾ったものは、警察に届けようという、誠意ある行動をしたまでのこと。まあ、この村に、警察署内から、村長のとこに持ってったんだけどね。ちょっとちょっと、後藤さん、いやいやしないで、おとなしくしててよ。やっとここまで来た。後藤さんの背中、案外大きいんですね。背投げをきれいに沿って、もみじまんじゅうと叫びながら、張り手をかましたい。もう少し、もう少し、よいせ、こらせ、お、あったって、うわぁ、危ない危ない。ちゃんと捕まりながらじゃないと。もう、後藤さんが暴れるから、足場が不安定だよ。これがタプーシールか。結構綺麗だな。うわうわ、落ちるー。やめてー。頭をブンブンしないでー。そんなにシールを剥がされたくないのかよ。後藤さん、必死だな。そこまで固くなだと、剥がしたくなる人間心理。そういえば、額じゃなくて、頭のてっぺんにシールつけてるんだね。ゲーハー隠しですか？おらー。うへぇ、なんか出た。私の剣の剣先は、ちょうどよく熟したバナナバリに柔らかいから、怪我はしないと思うんだけど。村長の指示だから、苦情は村長にね。で寝てないで、貧血の薬を分けてくださいなぁ。聞いて、ぐずぐずとびらすぐんばいばいなぁ。ぐはぁ、な、なんだこれ。国の守護者の続編が、連載スタートだと？やったー。は？あー、夢か。ここはどこだ？なぜ私はここにいるんだ？確か、
後藤さんのところにいたはずなのに。ミス拾得物。ってことは、村長の家か。どうしよう、薬、もらい損ねちゃったし、もう一回、後藤さんのところに行かないとダメかな？何？うわ、崩落だ。これ見よがしに崩落しよった。あれは、後藤さんの貯金箱。これはつまり、貧血の薬は持ってないから、この金で買ってきなさい。ってこと？後藤さん、ありがたいけど、金より物が欲しいんだ。貧血の薬を持ってる人なんか、少ないからね。後藤はダメだ、次次。ずいぶん広い家だなぁ。地面も真っ平らだし、サッカーできそう。お？なんか地響きが。ダイナミックおはようございますですね、石川さん。私が子供の頃、俺くらいになると、二足歩行なんかしてられねえぜ、とか言って、四つん這いで村中を駆け回っていた光景が、目に浮かびます。おかわりなさそうで何よりです。体の大きさ以外は、石川さんまで巨大化してるとは、一体どうなってるんだ。ああ、石川さん。私が幼い頃、村で唯一のタバコ屋を営んでいた石川さん。何者かのいたずらで、倉庫に放火され、在庫と住居兼お店が全焼した石川さん。人前で、恥じることなく泣いていた石川さん。私は、そんな石川さんを見て、懐に忍ばせていたチャッカマンを、川に捨てた。あの事件以来、石川さんはおかしくなってしまったのだ。四足歩行を始めたのも、ちょうどそれくらいだったと思う。私は、その姿がおかしくて、よく石川さんに手綱をつけて、馬乗りになって遊んでもらっていた。石川さんは怒っていたけど、それは、私に対する愛情の裏返しなんだなぁと思っていた。ああ、いい思い出だ。石川さんで練習したおかげで、かっこよくアグロを乗りこなす、今の私がいるのだ。ありがとう、石川さん。で、本題ですが、石川さん、貧血の薬とか持ってませんか？ちょっとアグロ、うるさいよ。今、石川さんと、大人の話をしてるんだよ。子供は黙っていてくれたまえ。すみませんね、石川さん。うちのアグロがやかましくて。この子、自分より大きな四足歩行動物を、見たことがなくてね、ちょっとテンション上がってるんですよ。しかしまあ、でかいですね、石川さん。画面に入りきらなくて、足だけの妖怪見たくなってますよ。私が子供の頃に見た、学校の階段という映画に、でっかい足だけのやつが出てくるんだけどね、それを思い出したよ。あの映画、あ、第一作目ね。あの映画、絶対子供向けじゃないよ。口裂け女とか、めっちゃリアルだもの。怖い怖いと言いつつ、当時売っていた、学校の階段のカードダスを、めっちゃ集めてたよ。石川さんも頑張れば、カードダス作ってもらえるかもよ。今は、カードダスとは言わないか。なんて言うんだろう。トレーディングカードっていうのかな？遊戯王とか、モンハンとか。モンハン、いいじゃない。石川さん、違和感なく溶け込めるよ。おお、石川さん、カードを作ってほしいのか、だが断る。申し訳ないけど、石川さんの面構えじゃ、とても利益が出るとは思えないのだよ。我々も、慈善団体じゃないんだ。そういうわけで、あなたのタプーを、引っぺがせてもらいますよ。無駄毛発見券。これは、何毛だろう。太もも？太もも毛？昔、足振っていなーって指さして笑ってたら、確かに足は太いけど、太ももは、太いから太ももっていうから、
太ももはセーフって切り返された。よくわからないが、私は納得した。そしてここは太ももではない、どちらかというと肩に該当する前足だ。ちょうどいい。どうせ石川さんも鼻から私の話を聞いてくれないんだ。昔の私の悪事をゲフンゲフン。なぜか私に向けられた、言われのない八つ当たりを沈めるために、頭のてっぺんに行くぜー。しかし、頭の方に行けない。なぜだ、左から行けば、すぐなのに。もしかして、後ろから回り込まないと、ダメな感じなのかな？石川さん、ちょっと脇腹を通過しますよ。こそばにいいかもしれないけど、我慢してね。よいしょ、よいしょ。私の華麗な横歩きを、見よ。あ、そういえばさっき石川さんも、こっそり横歩きしてたね。私が見てないとでも、思った？よし、着いた。なかなか捕まり歩きしやすい景色ですね、石川さん。石川さんも新しい商売を、始めたらどうですか？石川さんの背中から流しそうめんを流して、後藤さんの体で、ロッククライミングした人たちに振る舞うとか。疲れた体に、ひんやり流しそうめん。連中の財布の紐は自然と緩まり、その場の雰囲気も手伝って、全員石川さんの流しそうめんに群がりますよ。おやあ。はっはっは、二段してましたね石川さん。まったく、金の匂いがすると、途端に目の色変えやがって。そんな悪い子は、このゆっくりワンダが、じきじきにお仕置きしてやるんだから。よしよし。もう湖畔を隠す、ケツのタプーシールは引っぺがせた。次だ。次はきっと、頭にあるに違いない。走れー、走れー、牧場王。そういえば、我が牧場王こと、アグロはどうしてるかな？ちゃんと、石川さんに踏まれないように、遠くにいるかしら。これ、どうやって登るの？あ、こうか。石川さんったら、背中に、肋骨みたいなアクセサリーつけちゃって、原宿にしか売ってないようなもの身につけるの、やめてくれないかしら？歩きにくくてしゃあないわ。よし越えた、天城越えだ。石川さんという天城峠を越えて、たどり着いたわ、おしゃれタプーシール。ここは慎重に。よっせ、よっせ。着いた着いた。やっぱりゲーハー隠しなんですね。石川さんって、なんか角みたいなの生えてるんですね。かっこよす。って、こらこら、暴れないでください。私が落っこっちゃうじゃないですか。確かに、石川さんのサイズで、私みたいなのが、顔面をうろうろしてたら、うざくてたまらないですよね。でも大丈夫。すぐに、地面にひれ伏すことになりますよ。石川さんがね。はっはっはっは。なに？足りない？あらまあそうですか。いいですとも、ひっぺがしたい代表、このゆっくりワンダが、温度を取らせていただきます。よーおー。はぁ？ちょっと、私がかっこよく温度を取ってるのに、ブンブンしないでー。これで最後だー。やっと石川さんが落ち着いた。っていうか倒れた。そんなにタブーを剥がされたことがショック。不動きをばり抜けて泣くわばー。かはー、ま、またしてもデスルーラ。プリキュアゴールドは私だ。なんだよ、チャイニールミナスって。むにゃむにゃ。
は、ここは？またしても村長の家か。まだ石川さんから薬もらってないのに、なんで強制的に戻ってくるんだよ。もうちょっと考えろよ。結局石川さんからも、薬をもらえなかった。なんてついていないんだ。しかも、意味不明なデスルーラで、強制的に村長の家に戻ってくるクソ仕様。まったく、嫌がらせとしか思えないよ。で、ああ、石川さんの貯金箱が壊れとる。つまり、石川さんも後藤と同じか。ちい、石川の野郎、使えねえ。店もない。電気も電波もないこの村で、金なんぞ、への役にも立たねえってのに。ん？アグロ、どうした？なになに？え？カメラ回ってるだと？ちょっと、そういうことはもっと早く言ってよ、バカバカ、バカアグロー。いやー、違うんですよ、いい意味で。いい意味で、石川さんは使えないって言ったんですよ。ゆっくりワンダが猛烈に追い上げている。来るか？来るのか？来たー。大穴です。ゆっくりワンダが、まさかの一着です。まさに快挙だ。おう、出ましたマンバ券、その額100億ジンバブエドルー。とまあ、一人競馬ごっこしてたら、有森さんの家に着いたみたいです。湖に浮かぶ家っていうから、もっとオシャレだと思ったのに、随分神秘臭い家だなー。うわ、ふか、こりゃダメだ。アグロは溺れちゃうから、ここでお留守番ね。なかなか汚い湖だな。ちょっと山田くーん、バファリン持ってきてー。あ、間違った、バスクリンだった。え？わざとらしいから、私の座布団全部没収？そやないよ山田くん。まったく、なんで私の座布団が、全部没収とされなければならないのだ。何年か前に、いつものように焦点を見ていたら、いつもはぴっちり真ん中分けの山田くんが、突然オシャレパーマをかけてきた時と同じくらい、腑に落ちないわ。そう思うだろう、アグロ。ああ、アグロがあんなに遠くに。しかし、なかなかつかないなぁ。結構泳いできたんだけどなぁ。今ふと思ったんだけど、ここ、ワニとか、危険動物はいないよね。果たして湖に、ワニが生息しているのかは知らないけど、突然下から出てくるとか、絶対やめてよね。ただでさえこういう、底が見えないところって、怖くて苦手なのに。子供の頃、プールで溺れて以来、底が見えないところってダメなんだよね。あの時、ちゃんと浮き輪をしてたはずなんだけど、その浮き輪が波に煽られて逆さまになり、私は、犬神家の一族となった。そして着いた。後ろの、光が天に昇ってるとこが、村長の家です。よし行くぜー。なかなかおしゃれな坂だね。どうして湖からしか、上がれないようにしたんだろう。欠陥住宅なの？それとも、海面が上昇したの？温暖？いた？こけた。恥ずかしい。でも、何事もなかったかのように進む。それが、ゆっくりワンダだ。ほいさー。何この、人を寄せつけない玄関までの道のり。これ、明らかに来客者を拒んでるだろ。それとも何か？わたー。くそ、くそ、落ちた。しかも、一番高いところ。あー。よし来た、やっとここまで来た。見合って見合ってー。届けー。あー。あぶねえ。はぁはぁ、やった、やっとこっちに渡れた。来たー、侵入成功。てか、もしかしてこっちの入り口って、裏門だよね。本当は、反対側とかに正門があったりするんじゃないの？そう思うくらい、他の追従を許さない間取りだな。
ハイパーイケメンタイムもそこそこに、有森さんを探すぜ。ごめんくださいませー。犬神家の一族のアイドル、ゆっくりの飲み屋たまよでございます。有森さんはおりますか？この、絶世の美女であるゆっくりたまよの婿殿になりたいやからは、どこのどいつでおじゃりますか？まったく、犬神家のじじいめ。南家の三姉妹、はぁはぁ。じゃあ、タンの靴下、欲しいよ。なんて遺言を残された、家族の身にもなって欲しいわ。は、私は今何の話をしていたんだ？南家と犬神家がぼっちゃになって、頭の中がこんなになっていた。お？気がついたら、有森さんの寝室に来てしまった。レイディーの寝室にずかずか侵入してしまうなんて、これじゃあ、やばいと思われる。有森さん、誤解です。私的に、熟女は対象外なので、有森さんを襲うつもりは、毛頭ありません。本当です、信じてください。ああ、なんかすっごく怒ってる、なぜだ、ちゃんと弁解したのに。それともあれ？私が子供の頃に、有森さんにしたこと、まだ怒ってるんですか？ちょっと待って。ひー。あぶねあぶね。狂気おじさんとは、穏やかじゃないですね、有森さん。もしかして、私が来ること、知ってました？いやー、こんなに遠くまで、私のイケメンオーラが届いてしまうなんて、すみません。なんかすみません。イケメン垂れ流し状態ですみません。ちょっと有森さん、この武器、欠けてますよ。男性は、女性の細かい身だしなみも、見てないようで見てるんだから、ちゃんと研いでおかないと。スカートがシワシワだったり、そのブランケット、いつ洗ってんの？とか、しっかり見てるんですよ。有森さんがこんなんだから、いつまで経っても結婚できないんですよ。え？私のせい？ああ、やっぱりまだ根に持ってるんですね。私が子供の頃、有森さんが、有名な大企業の社長と、お見合いするっていう話があって、村を挙げて大盛り上がりしてて、私も、有森さんを応援しようという意味を込めて、村の入り口近くの山に、TNT 爆弾仕掛けて爆破させたら、土砂崩れを起こして、村から出る唯一の橋を飲み込み、橋が崩落したんでしたっけ。ああ、話に夢中になってたら、落ちた。はぁはぁ、なかなか有森さんに登れない、どうなってんだこれ。お？なんかある。何これ？ヘリポート？ヘリポートなの？すごいですね有森さん、自宅にヘリポートがあるんですか。思わせぶりなことを言って、目立とうとするのは、やめてください。さっきの話ですけど、あの時、このヘリポートがあれば、お見合いに間に合ったんでしょうね。突然土砂崩れなんて自然災害が起こったばっかりに、お見合いは失敗。有森さんは、男性の理想が高くなったまま年を重ね、今に至ったってわけですね。いやー、運命のいたずらって、恐ろしいですね。ああ、有森さんの、おしゃれな何かが壊れた。大丈夫ですか、有森さん。ひひ、これはチャンス。腕のやつが壊れてくれたおかげで、上に登れるぞ。ところでこの腕は、どういう原理で有森さんの腕にくっついてるの？どう考えたって、もう半分も落ちるんじゃないの？いい感じに、腕に挟まってるの？重力まるで虫なの？そろそろ腕力がやばい。一旦ここに避難しよう。この腕は、いいですね有森さん。私のことを考えて、足場が設けられてるなんて。私への気遣いが感じられて、大変ありがたいです。よし、回復したぞ。今そちらに向かいます。
あ、そういえば、有森さんに会いに来た目的を言うのを忘れてた。あのですね有森さん、貧血の薬を持っていたら、ちょっと分けてほしいんですよ。え？なんでそんなもの欲しいのかって？実は、有森さんより数十倍若い女子が、貧血で倒れてしまってね。か弱い女性を助けるのは、紳士として当然のことなので、わざわざ遥か遠くの、何の面白みもない有森さんの家に、わざわざこの私が訪ねてきたんです。はぁはぁ、喋りながら登るのは、きつい。ちょっと休憩。そういえば、有森さんも、今流行りのおしゃれタトゥーしてるんですか？どこだろうなぁ、わっと、危ない、滑り落ちるところだった。おぉ、おしゃれタトゥー発見。みんなここに貼ってるんですね。頭上に貼ること自体が流行ってるんですか？有森さん。くそ、何回落としやがるんでぇ、こんちくしょう。もういい、薬なんかくれる気、ないんでしょ？こんなに有森さんのことを思ってることが、うわぁ、言葉の節々からでも読み取れる、この私に対して、意地悪するんでしょ？おわ、なんか出た。これは、シャネルの5番。香水の匂いだ。頭から、いやぁ、香水を吹き出すなんて、斬新なオシャレですね有森さん。やばいやばい、乳酸がたまりマリング。一時退避だ。ひっきっくー。ひっきっくー。うんせ、ほいせ。たやー。もう一発じゃー。じゃー、落ちるー。もう落ちたくない、もう落ちたくない。この手は離さない、離すもんか。有森さんの顔がめっちゃ怖い。これ、動画的にアウトでしょう。プロ注意って注意がきつい化した方がいいかな？有森さんが怒りに任せて大暴れするので、別のタトゥーを探そう。あら、いたた、落ちた。有森さんの首列筋に来てしまった。サービスショットですね、わかります。おお、こんなところにタトゥーシールをつけてるんですか。さすがはオシャレ熟女。そうやって、上半身を左右に振ることで、このくびれを維持してるわけですね。でも、今実践しないでくれませんか。有森さんが、普段どんなストレッチをしてるかなんて、ホットアキラの勝負下着の色張りに、興味ないんです。捕まれん、この野郎。あ、すみません、ついイライラしてしまって。こっちだった。ちょっと位置が悪かったかな。もうちょっと真ん中を狙ってー。よいしょー。よしよし、もうちょっと、晴らせー。これで最後だ、有森さんよ。怒りを沈め、結婚自体男性の条件を下げるのだー。骨が複雑に折れて、新しい骨に。まるで大阪踊りを見送るんでー。このデスルーラ、嫌い。ペプシの新発売、ペプシセイロガン味、だと？いや、無理無理、絶対無理、いや、やめてー。は、よかった、夢か。誰だよ、ペプシの偉い人に、セイロガン味出しましょうよ、って言ったやつは。
有森さんが突然攻撃してくるものだから、貧血の薬をもらえなかった。己、有森め。おお、綺麗なところだなぁ。心が現れるようだ。ここに、ベンチに座って、一人でコンビニ弁当を食べてる、左手の薬指に指輪もない、疲れ切った中年のサラリーマンなんかいたら、よりドラマチックな場所になりそうだ。さて、随分奥まで来たけど、鎌田さんはどこかな？ああ、あれは、子孫繁栄などお願い、そそり立つピンクの巨大男性器をかたどったオブジェがついたみこしを担いで、街を練り歩く、神奈川県川崎市の伝統的な祭り、金村祭りみこしで使われる、通称エリザベスみこしではないか。こうしちゃいられない、私の優秀な DNA を後世に残すため、私もエリザベスみこしを担がなくては。アブロには、ミニエリザベスみこしを背中につけてやるからな。感謝しろよ。おお、昨今のエリザベスみこしは、自発的に動くのか。すごいな、さすがは21世紀。男性気なだけに。何アブロ？え？下ネタはやめろだって？何をバカなことを言ってるんだ。金村祭りは、決して下ネタなどでは、ない。例えば、泌尿器科の医者が、陰部の病気を持つ患者に対しての、陰部に対する発言、これが下ネタにならないように、金村祭りも、真面目な祭りなのだ。エリザベスみこしだって、有名な女装クラブ、エリザベス会館からの寄贈品だぞ。って、あれ？このエリザベスみこし、なんか違う、ピンクじゃないし、妙に角張ってる。なんか怖い、とりあえず逃げろー。エリザベスみこしだと思ったら、なんだ、鎌田さんじゃないですか。鎌田さん、怒っちゃったの？あなたの外見、全体的にチンコっぽいって言っただけなのに、なんて心が狭い人なんだ。仕方ない、どこかに隠れて、怒りが静まるのを待とう。はぁはぁ、そういえば鎌田さんに、ここに来た目的を言うの、忘れてた。おお、防空壕発見。ここに逃げ込もう。よっこいせぇ。一瞬にして、数百個のパンにカビが生えるくらい、湿度の高い場所だな。山崎焼きのパン祭り会場にしたい、なんとなく。なんて無駄なことを言ってるうちに、尺がなくなってきた。まだ、鎌田さんに、お願い事も伝えてないのに、こりゃまずい。貧血の薬。は、多分、前回の奴らと同じく持ってないだろうから、それに代わるもの。時間もないから、簡単簡略簡潔に伝えないと。ちょ、アブロ、お前が来たら、私がここにいることバレちゃうじゃないか。しっし、あっち行け、あっち行け。あっちに、美味しいケバブ屋さんがあったよ。アブロ、ケバブ好きでしょ？実は、アブロの好きな牧草と同じ栄養定めだわ。完璧気づかれたわ。バカバカ、アブロのバカ。私を慕うあまり、敵に博多の塩を送る結果になるなんて。ちなみに、博多の塩の原料は、メキシコ、またはオーストラリアの塩。裏切ったな、僕の気持ちを裏切ったなぁ。なんちって、反対側にやってまいりました。今度こそ、アブロと鎌田さんに見つからないようにしないと、どこら辺にいるかな？私を探してるかな？後ろにはいない、じゃあ、こっち？チラ。チラ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 。鎌田さん発見。お？私のこと、諦めたのかな？もうちょっと近づいてみよう。なんか休憩してるし。これはチャンスだ。今こそ思いを伝えるのだ。簡潔に、そしてわかりやすく。お、ここから登れそう。の、登れそう。登れ。
落ちケツ、まずは深呼吸をして。ジャンプ。よし、登れた、やったやった。何回やり直したことか。鎌田さんは、まだ私に気がついていないようだ。と思ったら、気づかれた。鎌田さん、あなたの背中からこんにちは、ゆっくりワンダです。先ほどは、挨拶もなしにエリザベス神輿呼ばわりしてすみませんでした。でも、エリザベス神輿は、いわゆる御神体。御神体に間違われるなんて、すごいことなんですよ。うわ、ブンブンしないでー。鎌田さん、本題です。我が願いです。今度こそ言います。あなたの肝臓をください。肝臓、すなわちレバー。貧血の薬は持ってないけど、肝臓なら、誰しも持っている。うわぁ、これぞ、私が考えた秘策だ。キリ。鎌田さん、暴れないで。タプーシールを剥がして、鎌田さんの動きを止めた後に、ゆっくり肝臓をいただきますから、じっとしててください。何？ふざけるなですって？鎌田さん、あなた、なんてひどい人なんだ。鎌田さんの肝臓という名のレバーがあれば、ミス臭特物の私に、やだー。対する、好感度が上がり、ついでに謝礼金もガッポガッポもらえて、懐が潤うというのに。私の、あーん、暴れないでー。あー、そうか、鎌田さんは、私がミス臭特物に、拝聴、生でレバーを提供すると思ってるのか。だからこんなに暴れてるんだな。ほならー、わかりますわかります。何を隠そうこのゆっくりワンダー、肉にはうるさいで有名でしてね。焼肉屋でも、他人の席に無許可で座り込み、肉を焼いては捨て、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 焼いては刺し、焼いては倒れ、鎌田さんも倒れ、そして私も倒れ、ぐだぐだに。よし来た、今こそレバーを採取するぜ。平成のブラックジャックと言われたこのゆっくりワンダにかかれば、一つの肝臓が二つに、今ならデジカメもついて、送料無料。ぐはー、最悪のカメラアングル。なり好きにしてって言うから、私のせいじゃないから、むにゃむにゃ。は、ここは、また村長の家か。アムロ、それ、牧草じゃないからね。牧草とか畜を足して2で割らずに食べた、みたいな匂いがするけど、食べちゃダメだよ。まったく、アムロは食い意地が張ってるんだから。すみません、ミス臭特物。あ、鼻息荒いですが、これは、私の鼻息じゃないですからね。アグロだからね。まるで私が発情してるっぽく受け取られて、ゆっくりワンダとかいうやつキモいとか、思わないでね。ちょっと村長、今度はもっとマシな人紹介してよ。鎌田みたいに、心が狭くないやつね。おやつはかー、あー、ルー。ということで、やってきました。素敵な門構えだね。でもちょっと暗いので、街灯を立ててほしいです。車で待ってないといけないし。え？ここはどこだって？ふっふっふ、ここはだねー。
ちょうど来た。では、みんなで叫ぼう。せーのー、ヘイタクシー。そうです、ここは、我が村唯一のタクシー乗り場です。前回、私が一生懸命考えた、人様のレバーをいただく方法が、倫理的な意味でアウトになってしまったんですよ。それで、いろいろ考えたんだけど、やっぱりこの村から出て、松木よとかに、貧血の薬を買いに行った方が、早いんじゃないかってね。そこで、タクシーの登場ですよ。さっき見えた、あれが、この村唯一の末永タクシーです。私も、子供の頃一回だけ乗ったことがあるんだけど、なかなかいいよ。空を飛べるって、いいよね。夢が広がリングですよ。よいしょ、よいしょ。ここ、懐かしいなー。あれから随分経ったもんなー。きっと末永さん、私のこと覚えてないだろうなー。覚えてなくいてほしいなー。私のこと覚えていなければ、きっと乗せてくれるに違いない。あ、そういえば、お金持ってないや。末永さんは優しいから、きっと着いた先で、友人が立て替えてくれるので、ちょっと電話してきますって言ってどっか行けば、追いかけてこないに違いない。ああ、優しいよ末永さん、末永さん優しい。おっしゃ、見えにくいかもしれないけど、末永さんの真下に来たぜ。ここから乗せてもらおう。すみません末永さん、末永タクシーを利用したいんですけど、この尻尾、もうちょっと下に下ろしてくれませんか？くっそー、ガン無視された。うわ、なんてひどいことを言うんだ。見損なったぞ村長。あたーあっく。これこれ、これが欲しいんか？遠慮せず、もっと食えやおらー。はっはっは、どこへ行こうというのかね？おとなしく、私を乗せて松清に向かうのだ。そして、松本清の看板を、岡村隆史に変更し、めちゃイケの収録だと思い込んだ群衆が、松清に押し寄せ、町を混乱の渦に、おばあ、ダイナミック乗車、してやったり。てか、たけー、めっちゃ怖い、めっちゃ揺れる、っていうか、揺れるレベルじゃない。客の安全性には、無関心ですか末永さん。ここはダメだ、安全そうなところに移動しよう。どうして客のは、確かに、ここなら安全。って、違う違う。もう一回。ほう。よし行った。しかしこの乗車スタイルは、なんとかならないの？こんなところで個性を出されても、失笑しか出てこないのよ。とにかく末永さんと話をして、松清に行ってもらわないと。あ、間違えた。岡村隆史だから、岡高か。言いにくいな、お高たって。いやー。もう、何回落とす気なんだ。そっちがそういうつもりなら、こっちも考えがある。例によってタプーシールを引っぺがし、末永さんの動きを止めてやる。私は、やると言ったら、とことん喜ばせてやる男だ。わわわ、なんだこのサスケバリの足元の悪さ。私、ケインコすぎじゃないので、こういうサービスは、いらないです。タクシーに乗ったと思ったら、いつの間にか、おっさりー、サスケに出演していた。何を言っているのか、ハニーフラッシュー、わからないと思うが、私も、何を言ってるのか、理解ができないまま、ツンデレー、千の風に乗って、村上空を旋回してます。ほやー。ちょっと末永さん、いい加減、お方かに言ってくれませんか？わるわー。よし、剥がれたー。次はどこだ？内股気味のゆっくりワンダが通りますよ。どうやら、羽にタプーシールを貼ってるようだ。まるで、この私を拒むか。お腹タプタプです。お腹の中で、新しい微生物が生まれそうです。末永さん、本当は、まだ私のこと怒ってるんでしょ？だからこんな意地悪するんでしょ？はいやー。
あれは、ちょうど夏祭りの日。末永さんが、転んで怪我して泣いている養生、純粋な善意でタクシーに乗せて送ろうとしていた光景を、偶然、ヘイコラー、目撃していた私が、悪意を込めて村人に通報、末永さんは村八分に、ああもういやー。湖の微生物、美味しいです。ここは、金ちゃん走りで走り抜けるぜ。テト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 。やった、やっと着いた。何回起きたことか。なんで末永さんが、村八分にされたかは知らないけど、私に八つ当たりしないでよね。末永さん、幼女に手を出しちゃ、ダメだぜー。ダメだぜー。やばい。哺乳類の末永さんが、湖に沈んだ。いや、これは、湖に帰っただけだ。生物は海から生まれたから、きっと海と間違えて帰ってしまったんだ。さようなら末永さん、これで、村の外に出れなくなりました。私の野望を打ち砕いてくれて、どうもありがとう。ペドル軍釣り軍セルロニ軍アヤクッケー。紐パンはやめようよ。え？それ、母さんのなの？母さんって、くね？は？ああ、びっくりした。とあるご長寿番組が、打ち切りになる夢を見た。紐パン、恐ろしす。デスルーラに感謝しないとな。でもデスルーラを使えない末永さんは、チンコロベール、チンコロベール、おすずくちー。今日は楽しい。クリスマスじゃない日。クリスマスではサンタクロースという身元不明の男性が、独断と偏見で選んだ子供に対し、出どこ不明の、もしかして盗品かもしれないおもちゃを子供に押し付けるという行為が許された、唯一の日。同時に、愛する者と共に過ごす日としても有名で、孤独な者は、リア充をネタに、呪いの言葉を吐き続け、リア充は、子孫繁栄に精を出す。これほどまでに、人生の勝ち負けが露呈される祭りがあっていいものなのか？私は疑問を投げかける。そして、回答する。いいですとも。なぜって、なぜなら、私は良い子だから。プレゼントを受け取る資格がある、選ばれた存在だから。異論は認めない。ここが、サンタが住む家らしいです。村長が言ってた。まさかこの村にサンタが住んでるだなんて、驚きだね。私は、良い子で勝ち組なのに、ちっともプレゼントが来ないので、今日は苦情を言いに来たんです。私のことを忘れるな。いやー、危な。こんなとこから落ちたら、さすがの私でも、脳みそぶちまける。いー、あかん、あちょー。ぐはー。あぶねあぶね。ん？なに？白あり？
村長が、ここはサンタの家だって言うからわざわざ来てやったのに、とんだ白アリハウスだな。これは、ビフォーアフターに依頼して、法外な金額でリフォームしてもらうより、手立てはない。もちろん、シロアリに食われて、今にも倒れそうな大黒柱は。さあ、大黒柱は。ギャー、やばいやばい、本格的変質者が出たー。しかも、私の背後から登場するとは、目立ちたがりなのか？なんてやつだ。あ、もしかして、この人がサンタクロース？そして私、無視されてる？スルースキルが高くていらっしゃる。なんか、想像してたサンタ像と違うなぁ。サンタクロースは、赤い服を着てるって村長が言ってたけど、着てないし。もしかして、血まみれにして、服を赤く染めろってことかな？この本前に読んだな。そういうの、個人的には好きだけど、また倫理的な意味でアウトになりそうだから、もっと平和的な考え方をしてみよう。多分、着るのを忘れちゃったんだろうな。私、アポ取らずに来ちゃったし。もしかして、寝起きなのかもしれない。とりあえず、目立つところに行って、私の存在に気づいてもらおう。話はそれからだ。よっこらせー。うわぁ、ちょっとちょっと、私がいるのに相手、壁を破壊しないで、いてて、ひどす。私のすっ転んだ姿が、大衆の面前にさらされてしまった。くそぉ、これが狙いか？サンタの野郎、私に恥かかせる気だな。戦争をなくし、世界中の人が幸せになるように、日々研究を進めているこの私に対して、プレゼントもくれない、恥をかかせるだなんて、これじゃあ、思わだで返されたようなものだ。誰のおかげで、今の、サンタクロースとしての地位が得られたと思ってるんだ。私のおかげじゃないけど、どさくさに紛れて、私のおかげとして話を進めると、つまり、私のおかげなのだ。って、あらら、行き止まりだ。最悪だ。三タメ、これを狙って私を泳がせていたのか？くそぉ、まんまと罠にはまった。子供とリア充の味方だと思って気を抜いてたら、とんだ策士だったでござるの巻。お？なんか、私を見失ってる系ですか？さっきまで使ってたのに、次の瞬間どこに置いたか、本気でわからなくなる、リモコンみたいな存在ですか？私って。そうですか、私は所詮、リモコン並みの存在感だとおっしゃりたいのですか。てか、めっちゃ目が合っちゃった。サンタ、顔怖すぎ。ん？あれ？このヒゲ面、どっかで見たことあるな。ああ、なんだ、あなた、落合さんじゃないですか。どうもお久しぶりです。村長が言ってたサンタって、落合さんのことだったんですね。私が子供の頃、村の子供を集めてクリスマス会をした時、落合さんがサンタの格好をして現れて、みんなを喜ばせてくれましたよね。懐かしいです。黒ひげ危機一髪の真似をして、大きな樽に入り、子供たちが刺すおもちゃの剣を受けて、飛び出る真似をしていた落合さん。みんな、楽しそうだった。私は、みんなにもっと楽しくなってほしくて、ついつい本物の剣とおもちゃの剣を入れ替えてみたら、軽い殺傷事件になったんでしたっけ。いや、落合さんが渋滞になったから、軽くはないか、ははははは。ってことで、真実を知ってしまったそこの落合さん。申し訳ないが、証拠隠滅のため、タトゥーシールを引っぺがして動けなくした後、サンタとしての職務を全うすべく、貧血の薬を私によこすのだ。いやーん、暴れないでー。大丈夫、あの時よりは痛くないから。多分。うわあ、さらに暴れないでー。ウキー。落合さんのヘッドバンキング、すごいですね。さすが、村一番のヘビメタ好き。どんなに頑張っても、頭に乗ってられないです。でも、矢野明子的な人のコンサートでもヘッドバンキングしちゃうのは、良くないと思います。ということで、頭のタトゥーシールは後回し。今、ちらっと見えた、背中のタトゥーシールにターゲット変更。
背中に貼ってるの、かっこいいですね。もう反対側と、肩とかに貼れば、サロンパスでいう、付けの字張りになって、もっとかっこいいと思います。なかなかタプーシールを付けの字張りしてる人、いないと思いますよ。これは流行る。皆さんも、真似していいのよ。ただし、公安料として、私にいくらか渡してもらいますがね。え？サロンパスの会社に渡すべきなのでは、ですって？何をおっしゃるうなぎさん。私の発想力のおかげで、付けの字張りという言葉が広がり、タプーシールだけにとどまらず、会議の資料に貼られてる付箋も付けの字張り。道路にある道路標識も付けの字張り。赤青黄色の信号機だって、いっそのこと7色にして、付けの字張りに配置すれば、世界中で流行りますよ。付けの字張りという言葉が、世界に羽ばたくんです。私のおかげで。よし、腕力回復。もう一発くらいぶっ刺せば取れそうだ。落合さんも、付けの字張りにタプーシールを貼っておけば、剥がされるようなことはなかったのに。流行りに乗って、オリジナリティを持たなかったばかりに。うろー。何このアトラクション。やめて、私、絶叫系の乗り物苦手なの。おいさー。絶叫系の乗り物は、すべて滅びてしまえばいい。あらよっとー。絶叫系アトラクションがなくなっても、入場者数を維持できる遊園地こそ、真のラー。あっくん、落合さんを無視して、全然関係ない話、ほいちょー、してたら落とされた。すみません落合さん、はいやー。今、楽にしてあげますからねー。よしよし、これで落合さんの記憶は吹っ飛び、私に対する怒りも消えたはず。あとは、目覚めたところで、ドトジアドトジアイフンデトトワグー。ふはー。なあ、何故。すみません、まさか仏教神として信仰している部族が、アフリカ奥地にいるなんて思わなくて、食べてしまって。すべての責任はユーハミ格闘に。はぁ、ここは、よかった。仏教食べたら人生終わる、なんて、とんでもないキャッチコピーができるとこだった。村長がサンタについての嘘情報なんかくれるから、時間の無駄しちゃったじゃないか。もう、真面目にやってよね。ああ、着いた着いた、どう言ったら怪しない。長、アムロ、乗せてー。前回、嘘情報につられ、貧血の薬探しをサボってたら、ミス習得物からどえらい怒られてしまいましてね。なので、今回は真面目に探そうと思うわけですよ。ほーい。私、かっこよす。アムロはここで待っててね。そーい。巻きぐそのような螺旋階段だ、おしゃれだね。デザイナーズ巻きぐそですか？家を建てる際に、
建築家が、トイレとお風呂は別で、あとは、そうそう、今流行りのデザイナーズ巻きぐそ階段を、お付けしますか?とか言っちゃって、え?あ、いや、その、デザイナーズ、ま、巻きぐそ階段はいらないですとか、逆に言わせちゃうんでしょ?なんという周知プレイ。家を買えるくらい経済的に余裕のある奴らに対し、デザイナーズ巻きぐそという言葉を使わないと、家が建てられないようにする、匠の粋な計らいですか?お?なんか湖の中で光ってるね、なんだろあれ。そうそう、何パートメカでも言ったけど、私、そこが見えないこういうとこって、怖くて苦手なんですよ。特にここは、群を抜いてダメだ。チキン肌立ちまくり。透明度ゼロだし、何があるかわかったもんじゃない。ここに村人がいるって言ってたけど、どうしよう。会わずに帰っちゃってもいいかな?でも、ここで逃げたら、ミス習得物に、ガイアが、俺にもっと輝けと囁いているだけの、脳なし男として、認定されてしまう。それだけはあかん。ということで、頑張って下に向かっています。階段、長いね。お、ここが一番下か。お邪魔しました。無理無理、なんか胴体長めの村人が怖いとかじゃなくて、湖深すぎ。ちょっとそこの村人さん、陸上に上がってきてくれませんか?陸に行けば、美味しいお赤飯がありますよ。私、お赤飯の豆の部分が嫌いだから、豆だけあげますよ。来る気ゼロ。仕方ない、ここは私が大人になって、そっちに行って死んぜよう。まったくもう、どうなってんの?陸上から、弓矢で攻撃という名の声掛けをしても、全然気づいてくれないよ。ほほう、ナイス村長。尻尾につかまればいいんだ。あいた、なにこれ、水足す電気って、やばいでしょこれ。よし月中。って、あれ?電気?ああ、あなたは、私が子供の頃、電気のないこの村に、なんとかして電気を引こうと頑張っていた、田所さんじゃありませんか。お久しぶりです。田所さんが電気をこよなく愛していることは知っていますが、私に攻撃するの、やめてもらえませんか?超痛いです。それともあれですか?私が子供の頃、田所さんが、木で電信柱を作ろうと、村の周りの木を切っていた時、私も田所さんの力になりたくて、野生のイノシシを500頭ほどのに放ったこと、まだ怒ってるんですか?いやぁ、私的には、野生のイノシシが、もののけ姫ばりに木をなぎ倒すものだと思ってたんですがね。現実はそううまくいきませんでしたね。でも、あれは、隣村にイノシシが押し寄せ、隣村が消滅した以外、何の被害も出てないから、このことではないのかな?他に何かあったっけかな?常日頃から良い行いばかりしてるから、全然思い出せない。あががががががが、ギギ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 。ひぃ、感電死する、感電死する。省エネが叫ばれているこの時代に、私のためだけに電気の無駄遣いをしてくれるとは、もしかして私、田所さんに好意的に思われているんじゃないかしら?見よ、この体力の減り方。好意的には思われてない系ですね、はい。恩恵せー。他人の評価など知ったことか、私の言うことに従わないのであれば、タプーシールを引っぺがし、言い聞かせるまでよ。今思いついたんだけど、田所さんの、この電気ビリビリ棒、これを使えば、貧血も治るんじゃない?貧血で困っているミス習得物に、このビリビリ棒を使って微弱な電流を流し、血行促進すれば、貧血も良くなるんじゃない?ほら、低周波療法とかってあるじゃない?そんな感じに持っていけば。ふっふっふ、私ってば、なんて頭がいいんだ。そういうことで田所さん、
このビリビリ棒、一つ私にくださいな。こんなにたくさん持ってるんだから、一本くらいくれたって、罰は当たりませんよ。これは、人命救助なのです。って、ちょっとこれもしかして、潜ってる？待て待て、死ぬ死ぬ。ついでと言わんばかりに電気で攻撃してんじゃねえよ。あーやばい、本格的走馬灯が。はぁ、はぁ、やばかった。哺乳類の限界を見た。男ゆっくりワンダ、諦めるにはまだ早い。諦めたらそこで試合終了のお知らせをラウンドガール的なお姉さんに耳元でしてもらえたら嬉しい。そう思うでしょ、田所さん。うおうおう、お暴れなさるな、お暴れなさるな。大丈夫、ちょっとタブーシールを剥がさせてもらうだけですから。その後、背中のビリビリ棒を引き剥がさせてもらいますが、全然痛くないと思いますから。私、医者じゃないから、麻酔とか使えないけど、全然大丈夫ですから。ねえトミー、どうして水の中で喋ることができるの？それはだねジェシカ、このアクアバイオテクスインフォシーク X を使っているおかげなのさ。すごいわトミー。いやー、それがあれば、水の中でも喋ることができるのね。そうさ、これがあれば水の中でも喋ることができるんだ。すごいわトミー。すごいねジェシカ。翌日、無残な他殺体となって発見されるトミーとジェシカであった。キョウ君、どうして水の中でも喋れるの？とか、そういうことは思ってはいけない。みんな、わかったかな？ちょっと田所さん、水見に帰るのはいいですけど、ビリビリ棒は置いていってください。それがないと、俺を呼ぶ女たちのシンフォニーが聞こえてしまいます。湖の下に取りに行くとかは絶対に嫌ですからね。私の産地はもうゼロよ。お家に帰りたい。てか、そういえばアグロは何をしているんだ？あいつまた水上アジブリケテトロクギンウェポブンムウェポブむにゃむにゃ、目玉焼きには醤油じゃないの？あと、塩とかソースとか。え？目玉焼きに、ねるねるねるねをかけるのが常識なの？嘘でしょ？は、夢か。危うく、ねるねるねるねの工場に突入して、目玉焼きの威厳を守るために、ねるねるねるねを生産中止にするミッションを、実行するところだった。田所さんのビリビリ棒、欲しかったなぁ。トミーとジェシカも、ビリビリ棒を売っていれば、死ななくて済んだのにね。わっせ、わっせ。今日こそ、貧血を治すものをゲットしなくては、出番がなくて若干切れ気味のミス習得物から、家畜以下の男として認定されてしまう。家畜以下。つまり、家畜に出会ったら、まずはじめに、家畜様に土下座してから出ないと、その場を通ることすら許されなくなるのだ。
曲がり曲がって北海道なんか行っちゃったら、お天道様を拝むことは、二度とできなくなるだろう。ああ、恐ろしい。でも、奈良県なら大丈夫かな？奈良公園の鹿は、家畜ではないから、私のような家畜以下の男でも、それなりの生活を送れそうだ。観光客から鹿せんべいをもらい、一枚は自分で食べ、もう一枚は、鹿せんべいをもらえなかった哀れな鹿に安く売っ払い、そうして、鹿せんべいビジネスを展開していけば、家畜以下でも、億万長者にのし上がれるのではないか？ああ、ミス州特物様、私めを、家畜以下とののしりください。そして、奈良県に飛ばしてください。間違っても、茨城県のアルパカ牧場には、飛ばさないでください。お願いします、お願いします。で、私、なぜアルパカ牧場の話をしてるんだっけ？こうして、全然関係ない話をし続けてるうちに、本当に言いたいことが言えずに、すべてが終わっていく。それこそ、我が人生そのものなんだなぁと、痛感いたしました。といやぁ。いやいや、人生語っている場合ではない。今日こそ、貧血の薬をゲットしなければ。ということで今日は、村で唯一、高層マンションを経営している、井上さんに会いに来ました。電気すら通っていないこの村で、マンションを、一から自分で建ててしまった井上さん。すごいよね。あの当時は、将来的に、村の人口が増えるっていう読みをしていたんだろうね。しかし、現実は甘くなかった。過疎化が進むこの村と、高層マンション。これが何を意味するのか、今いる、マンションのエントランスを見ていただければ、お分かりいただけると思います。蜘蛛の巣だらけで、手入れされていない壁。草木が生い茂り、苔まみれの床。カビ臭い空気。まさに廃墟。廃墟マニアにとっては、生つばものだね。あれは、新種のポケモン。まさかこんなところに、新種のポケモンがいるなんて。こりゃあ、井上さんなんてほっといて、あのポケモンを捕まえに行こう。そうしようそうしよう。あ、でも、モンスターボール持ってないんだよね。どうやって捕まえればいいんだろう？武器は持ってるから、まずは、あのポケモンを瀕死状態にしてから考えよう。多分、ポケモンセンターにでも電話して、係の人に出張してもらえれば、ゲットできるだろう。うわ、壁を登ってる。何こいつ。壁登りポケモンなの？壁を登ることで、対戦相手に何を訴えたいの？私がもし対戦相手だったら、対決早々壁に登り始めるポケモンに、どんな反応をしていいか、正直困っちゃう。ババ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 、いてー。ひぃー、なんぞこれ、なんぞこれ、世界が黄色いよパトラッシュ、助けてケスター。はぁはぁ、何したの？私、何されたの？この、壁登りポケモンね、私がポケモンを連れていないからって、いい気になりやがって。ポケモン界ではルール違反であろう、ポケモン VS 人間も、この村ではありってこと、その身をもって知らしめて死んでよう。私の持つ無限弓矢の前では、あだめだこや。全然聞いてへんでおま。何こいつ。いかに勇敢な私でも、相手の弱点側。ちょ、待って。今のはずるいぞ、ずるっこだぞお前。人がかっこいいことを喋ろうとしたり、窮地に陥った時の、こういう語りの時は、攻撃しないってのがお約束でしょ？ここだ、ここで待ち伏せていれば、きっと奴は現れる。来たな、オリンピック壁登り競技優勝者め。新種のポケモンに化けて、私の目をごまかそうとしたって、そうはいかないぞ。おとなしく、壁登り会から引退して、私にその座を譲るのだ。百行為、落ちた。壁登りが、正式な競技として認められたのが、約10年前。しかしあいつは、その30年も前から、個人的な趣味で壁に登り続け、今の今まで、つまり、約40年間、
壁に登り続けていたのだ。そんなあいつが、ギネスに申請して、証拠なしで認定されなかったあいつが、とうとう壁登りをやめたぞー。これはニュースだ。なんかひっくり返ってるし、なんて哀れな姿だ。飯うま、これは飯うま。飯がうまい、あいたー。一回転したぞこら、起きるの早すぎ。なんばしよっとかー。ひひ、40年ぶりの地面の感触はいかがらー。見ろ、私がゴミのようだ。これはもしかして、あいつが落ちたところを見たのは、この私だけ。つまり、私、消される。いやー。はぁはぁ、なんとか巻いた。ポケモンとか、壁登り優勝者とか、自分でも理解しがたい言葉使いってたら、ここに来た目的を失念していた。すみません井上さん、お久しぶりのゆっくりワンダです。無視して、礼のいい言葉ばっかり言っていたゆっくりワンダです。今この瞬間から、聞く耳を持ったゆっくりワンダです。私と井上さんとの距離がだいぶあるので、モールス信号ならぬ、弓矢信号でお伝えしているゆっくりワンダです。今、井上さんに対し、適当に弓矢を放っているように見えるかもしれないが、これは、ちゃんとした法則にのっとって、発射しているのだ。井上さんがまた起きた。今のうちに井上さんに、今日来た目的を伝えなければ。すみません井上さん。献血にご協力お願いします。献血ですよ、献血。貧血は、体内に血液が不足しているために起こる症状でしょ？だから、血液を増やすためには、献血が一番手っ取り早い方法なのです。今、A 型と、B 型と、O 型と、AB 型が足りないんです。どこかで聞いたようなセリフですよね。こうでも言わないと、みんな献血してくれないんです。献血って、どれくらい血液を取ってもいいのかしら？事故だろこの高さ、痛いよー。しかし、主人公補正で、何事もなかったかのように井上さんの血液を採取する、ゆっくりワンダであった。あやべ、血管じゃないとこ刺しちゃった、デシペロ。ついついいつもの癖で、タプーシールを見ると、へいこらー、そっちっぺがしたくなっちゃうんだよね。せっかく、そいやー、井上さんが、見えないところにも気を配るように、隠して貼ってたタプーシールなのに、剥がそうとしてごめんなさい。なんて言うと思ったか、わかめ。顔見知りとはいえ、久しぶりに会った人間を信じるとは、おまぬけさんね。狙って狙って、あ、そうー。井上さんすみません、数々の暴言をお許しください。今日は、井上さんに喧嘩を売りに来たわけじゃないんです。ただ、あなたの血液が欲しいんです。それもこれも、すべてはミス臭特物という悪女に脅されているせいなんです。私だって、やりたくてやってるわけではないんです。ミス臭特物が、貧血も治したいけど、ついでに血液のお風呂に入って、お肌プチプチになりたいわ、なんて、16世紀に実在した。違いみたいなこと言い始めちゃってね。犠牲者は少ない方がいいでしょ？だから堪忍して、ゆっくり献血してってね。あらら、井上さん気絶しちゃった。井上さんの体内の、3分の1程度の血液が欲しい。仕事増えとけせりついとけるするけどあろくいじー。うはぁ、なしてこうなるの。ポパイが食べるほうれん草、絶対ほうれん草じゃないだろ。非合法の葉っぱでしょ？あと、恋人のオリーブはサザエさんのパクリでしょ？そう指摘しただけで逮捕って、
どんだけ政治的権力があるんだ、おパイね。ああ、夢か。ポパイ、恐ろしす。でも、ポパイより、もっと恐ろしい映像を見たような気がしたんだけど、気のせいかな？ミス臭特物、貧血でフラフラのところ、お声がけしてすみません。なんか、貞子みたいな気持ち悪い女がいたような気がしたんですが、何かご存知ですか？返事がない、ただのミス習得物のようだ。せっかく井上さんが、自分の命を投げ出して献血に協力してくれると言ってくれたのに、またしてもデスルーラに妨害された。おのれ、デスルーラめ、栄養妨害で訴えるぞこら。もうちょっとだ、頑張れアグロ。この辺に、幻の温泉郷があるはずだ。あれかな？いや、ほーい。これだこれだ。もうアグロったら、自分だけ先に行っちゃって。あら、止まっちゃった。私が来た瞬間止まるとは、いじめ慣れしていらっしゃる。しかし私も負けてはいない。温泉の排出口近くに、とうとうの最新型ウォシュレット体感コーナーと書いた看板を設置し、観光客のお尻をきれいにすることでしか、生きる江戸がな、何が起こったんだ？あ、ありのまま、今起こったことを話すぜ。温泉に入りに来たら、ウォシュレットに吹っ飛ばされた。何を言ってるのかわからねえと思うが、私も何をされたのかわからなかった。そして思った。ウォシュレットをバカにしてはいけない。なぜなら我々は、一日たりともトイレを使わない日は、ないからだ。我々は、一番無防備な姿を、一日に何度も何度もウォシュレットの前にさらしているのだ。男性はともかく、女性は特に多いだろう。つまり、ウォシュレットは、すでに多くの女性を人質にとっているのだ。やばい、人類終わった。今のうちにアメリカ政府にでもとうとうの恐ろしさを伝えて、とうとうの勢いを止めてもらわないと。我らがとうとう様の勢いを止めようとするなんて、アメリカ政府の野郎が生意気な。そんなこと、この私が許さない。手始めに、とうとう様の株を、5億兆ほど買って、筆頭株主になります。本当です。もう、なんなのあいつ、めっちゃ怖いんですけど。私はとうとう様の味方だというのに、なんでああいうやつを召喚するかな？あいつはあれでしょ？とうとうの新商品、全自動追跡型ウォシュレットロボでしょ？ロボット掃除機、ルンバよろしく、人間を見かけたら、有無を言わさず下半身を露出させ、お尻をきれいにする、超ハイテクロボットでしょ？アグロ、お前馬だからって余裕ぶっこいてるけど、そいつは試作品だから、動物だの人間だのって垣根なく、お尻をきれいにしに来るぞ。お尻をきれいにするためだけに開発されたにしては、大きいよね。どんだけ力を入れてるんだ、とうとうは、わぎゃー。全自動ウォシュレットロボが怒った。こいつ、人工知能を搭載しているのか。小生意気なやつめ。たとえ世界が滅びることになっても、私のお尻は、絶対に表せないぞ。ウォシュレットを使う、イコール、私のお尻が汚いということを、自ら認めるということになるからだ。
何やってるの？もしもし、とうとうのサポートセンターですか？お宅の全自動追跡型ウォシュレットロボが、別のウォシュレットで遊んでるんですが、あれは、使用ですか？足の裏が光っとるね。へっへっへ、そこが性感帯ならぬ、弱点か？いや、ロボだから、電源とかかな？電源を切れば、あいつの動きも止まるはず。ゾンガー。電源の位置がバレて、逆切れしたな。あ、どうでもいいけど、このロボ、ポケモンのカメックスに似てない？私、ポケモンは緑しかやったことないんだけど、通信しないとゲットできないポケモンがいたり、ポケモン緑では出現しないポケモンがいて、当時からぼっちの私では、ポケモン図鑑をすべて埋めることができないことが判明。同時に、自分のぼっち具合を見せつけられたようで、途中でやめたけど、初期のポケモンは、ゼニガメを選んだよ。かわいいよねゼニガメ。全自動ウォシュレットロボが、カメックスに似てると思った途端、なんか可愛く見えてきた。あらら、全自動ウォシュレットロボが、ひっくり返っちゃった。新型ロボっていう割には、とうとうも大したことないな。もしもし、とうとうのカスタマーセンターですか？さっき電話したものですが、ロボの足の裏をこちょこちょしたら、ぶっ倒れちゃったんですけど。これ、どうすればいいんですか？アグロはうるさいし、ロボはダダをこねてるし、これじゃあ、私が一方的にロボをいじめてるみたいではないか。ロボがカメックスっぽいから、私のこと、浦島太郎に出てくる、カメをいじめるいじめっ子だとおっしゃりたいんでしょ？所詮私は、主役にはなれない、どっちかというと悪役がお似合いだと、そういうことですね、わかります。さっきから、ロボの背中に乗ろうと頑張ってるんですが、なんかツルツルで乗れないんだけど、これ、どうやって登るの？マジンガー Z みたいに、ロボの頭のてっぺんの操縦席に座り、ロボを操縦するのが、私の子供の頃からの夢なんです。ちょうどいいところに、戦闘用じゃないけど、全自動ウォシュレットロボがいるので、こいつの頭頂部に操縦席をつけて、操縦したいんです。あ、起きちゃった。もしもし、とうとうのカスタマーセンターですか？さっき電話したものなんですけどね。またかよとか、そういうこと言うなよ。私は、お客様だぞ。お客様は神様だろ？おいこら。お姉ちゃんじゃらちがあかねえ、責任者だせや。うわ、とうとうの責任者が、ウォシュレットから出てきた。これは新しい。ハクション大魔王ならぬ、ウォシュレット大魔王ですか？そのまま、全自動追跡型ウォシュレットロボを、ゆっくりジタバタさせててね。あはははは、人工知能が搭載されているとはいえ、やはり人間様にはかなわないな。ちょっとトイレに行ってたよ。私がトイレに行ってる間、全自動ウォシュレットロボは、この体勢で待っていてくれたよ。さっきは人工知能だからとかバカにしたけど、暗黙の了解がわかるなんて、こいつは驚きだ。ちなみにゆっくりワンダの家のトイレは、リナックス社製でした。これだけとうとうとこわだかに叫んでるのに、私の家のトイレは、とうとうではなかった。妻が買ってきたお惣菜を、家族みんなで食べている時に、ふと、三越で優勝セールやっててね、お惣菜安かったのよ、という妻の言葉を聞いた、日ハムファンのお父さんのような気分になった。いいんだいいんだ、私が言いたいニュアンスが、第三者に伝わらなくても、言いたいことは言ったけど伝わらないこんな世の中じゃ、ポイズン。俺は俺を騙し続けて、リナックス社製のトイレを使ってるけど、とうとう社製のトイレを使っていることにしながら、行ってゆく。あ、はーん。そんなこと言ってるうちに、ロボの背中に乗れた、やったやった。ロボの頭に行って、操縦席をつけてやる。命乞いをしても無駄だ。元はといえば、日頃の疲れを癒すために温泉に入りに来たこの私に対して、お前が嫌がらせをするからこうなったんだ。日頃からミス習得物に走られてるこの私の、つかの間の休暇を邪魔したんだ。それなりの報いを受けるがいい。この背中、なんかいいね。私を歓迎するかのように佇む、まるでアーチだ。全自動ウォシュレットロボに、初めて乗り込む男として、歴史に名を刻もうとしているのだ。
歴史の教科書に載っちゃったらどうしよう。歴史の教科書は無理でも、TOTOの商品の説明書とか、新入社員向けの研修マニュアルとかの、社長紹介ページの次ページあたりに、デカデカと載るに違いない。ちょっと待って、あれ見てあれ。なんでロゴにタプーシールが貼ってあんの？この村では、無機物にもタプーシールを貼るのが流行ってるの？ちびっこが、家の机の脇や、冷蔵庫にペタペタ貼るなら、まだわかるが、これは、メーカー側で、うむりー、生産時に貼ってるだろ。タプーシールが流行ってるからって、逆にこびてはいけないな。うんちょくー。タプーシールなんて小細工がなくても、商品に自信があるのなら、商売人としての誇りがまだ残っているのなら、絶対に取るべきだ。キリ、私今、すごくいいこと言った。名言出ましたー。ボキャブラ天国のウェイサー。ボキャブラマトリックスだと、今の名言はどういう評価になるのかしら？きっと、インパクチーか、しぶちあたりだよね。そうよね、ね。剥がしただけなのに、ロゴが動かなくなっちゃった。これ、もしかして、村人の、東堂さんでした。ごめんなさい東堂さん、ウォシュレットロボと見間違えただけで、決して TOTOから多額の賄賂をもらっているわけではないんです。むしろ私が一切合切を支払いする的な何か。は、びっくりした。よかった、夢か。お金を持ってないアピールをするためにその場でジャンプを、5億超回やるところだった。結論、東堂さんなんて、最初からいなかった。バイ、ゆっくりワンダ。どこでも洗える、携帯ウォシュレット、発売中です。本体を引き出して、水、またはぬるま湯を入れます。その後、ノズルを引き出します。ボタンを押したら洗浄が始まり、強弱の切り替えもワンタッチ。本体とノズルは抗菌樹脂を使っています。前方、斜め後ろなどお好みで洗浄できます。携帯ポーチもついています。旅行に、赤ちゃんに、介護におすすめです。進むこの村の村人に会うのも、今日で10人目。なかなか貧血の薬がゲットできないからって、凝った手法を取りすぎてはいなかっただろうか？今一度初心に戻り、貧血の薬をもらうという目的のみに、集中しようと思います。
ということで今日は、香川くんのお宅にやってきました。すごい、中国で、お正月とか、めでたい時に出てくるやつみたい。竜の体を棒で突き刺し、うなぎのかば焼き状態にして、見物客の食欲を煽り、狙いすましたかのように、すぐ近くで、うな重を良心的とは思えない価格で販売する、昔ながらの歓迎法だね。私、なぜか今まであんまり歓迎されてこなかったから、すごく嬉しいです。うほー。すみません香川くん、引き逃げするのはやめてください。私が知り合いだからいいものの、もし見知らぬ他人だったら、無知打ちと称して痛みを訴え続け、決して感知しない無知打ちのために多額の慰謝料を払い続けることになってたよ。私は友達の香川くんにそんなことはしないので、安心してね。砂の中を移動できるとか、マジパネース香川くん。私が子供の頃、毎日が同じように過ぎ、退屈なこの村に、二人で心温まるいたずらをして、村人を和ませていたよね。どんなに辛いことがあっても、香川くんとつるんでいると、いつものようにバカなこと言って、辛いことも忘れさらば、すばるよ。いたた、やだ香川くんったら、ハグしてくるなんて、そんなに私に再会できたのが嬉しいの？私の肋骨がへし折れるくらいの勢いで突っ込んでくるなんて、すごく嬉しいけど、ちょっと自重してほしいです。こうしていると、昔のことを思い出すよね。村人全員の歯ブラシをアスパラガスにすり替えたり、回覧板に、タガメゲンゴロウ先生の漫画を挟んで回したり、ベジタベルの黄色のスナックを、札幌ポテトバーベキュー味の袋に入れて、道行く子供に何食わぬ顔で与えたり、本当に楽しかったよね。いやー、香川くんがすごい勢いで追ってくるんですけどー、なんなのなんなの？怒ってる感じではないんだけど、妙にクランクというか、目の色変えて私に迫ってくるんですけど、超怖い。はぁ、そうか、香川くんは、そっち系の人間ってわけなのか。タガメゲンゴロウ先生の漫画を持っていたことに、違和感を覚えなかった、私の判断ミスだ。畜生。私と君は友達だけど、友達以上の関係にはなれないんだ。お願いだから、迫ってこないでください。もう、貧血の薬とか、そういうのいらないので、お家に返してください。え？ここがお家だよ、だってドリッカよ。壁にぶつかる人なんて、初めて見たぞ。携帯やりながら電信柱にぶつかる人は、たまに見るけど、つまり私は、香川くんにとっての携帯電話ってことですか？もう、意味わかんないし、香川くんはすごいブリッジしてて、別の意味で怖いし。これってあれ？壁に頭ぶつけて、悶絶してるってこと？ならば、今のうちに息の根を止めなくては。ミス州特物の貧血より、私の低層を守らなくては。タプーシール発見。はらあ。今この瞬間、私の低層は守られた。こでしゃあ。ありがとうタプーシール。もし、お前がいなかったら、はよしねえ。毎年開催されている、新宿のゲイパレードに、上半身裸でレインボーのダメージジーンズを履いて参加することになっていた。ここに住むとか、絶対嫌だからね。こんな、でかいアリ地獄が出そうなとこ、むしろ香川くんが、でかいアリ地獄とかしてるし、死んでも嫌。うわ、真夏のアスファルトでもだえる、瀕死のミミズみたいな動きしとる、やめて、超キモい。ナイス、ナイス壁。今までの動画の中で、一番の活躍だ。香川くんの手、短。なんというか、ウーパールーパー的な手足なの？
そんな短い手足で必死に砂をかいて、それであのスピードを出してたの？すごくない？もう、オリンピック出ちゃえよ。そして、ビーチバレーの試合をしてる、朝臣は浦田恵子ペアの真下で、砂をサラサラにし、試合中に地盤沈下させちゃえばいいじゃない。ああ、もう、靴やら背中やらに砂が入り込んで、めっちゃザラザラしよる。私の穴という穴に砂が入り込み、体の水分が奪われていく。人間の体の 60% は水分でできており、水分を奪われるということは、その分血液も失われるということで、つまり、ミス臭特物からのメッセージなのだろうと、私は考える。恐ろしす、ミス臭特物の執念。そういうわけで、あらあ、私にはミス臭特物というアマがいるので、香川くんとは、お付き合いできません。ごめんねごめんねー、ビシュアスー。そんなにムラムラしてるなら、アグロを貸すよ。いよいよ禁断の領域に足を踏み入れてしまうことにはなるけど、対人間ではなく、対動物になることで、スラジブスドアジベアゲームイノエゴムズベうはぁ、ネタ的にアウト。クッキーモンスターに、ステラおばさんを紹介しただけなんです。まさか、クッキーが好き以外に、重度の熟女マニアだなんて、はぁ、びっくらこいた。熟女マニアっていうか、種別を超えてるだろ。長年の友人である、香川くんの性癖を知ってしまった。しかし私にできることは、ないに等しい。唯一できるとしたら、香川くんの性癖を、ネットで面白おかしく触れ回ることだけだ。ふひひ。ルンルンルルルン、今日こそ貧血の薬を手に入れるぜ。なんか毎回こんなこと言ってるけど、今日はゲットできる自信があるんだ。なぜなら、これから会う人が、柴田さんだからです。村一番の年寄りで、村長より物知りで、村長より人徳があって、村長より財産を持っていて、村長より臭くない柴田さんなら、絶対に貧血の薬を持っているに違いない。ああ、なんで最初から、柴田さんに会わなかったんだ。私の貴重な時間を、くだらん村人どもに浪費してしまった。私が子供の頃、学校が終わったら、みんな真っ先に柴田さんの家に行って、お菓子をもらったり、いろいろな昔話を聞いていた。老若男女問わず、誰よりも慕われていた。そんな柴田さんに会えるなんて、ワクテカすぎる。子供の頃のように、お菓子をもらって、昔話に花を咲かせたい。それはそうと、柴田さんの家めっちゃ広くて、迷子になっちゃった。あったあった、あそこが玄関だ。あ、久しぶりに柴田さんに会うんだから、お土産でも持ってくればよかった。ババアといえど、所詮は女。道に生えてる雑草でも持っていけば、ああ、ゆっくりワンダちゃんったら、素朴でいい子ねえ、的な、ババア特有の良い解釈をされ、私の評価が上がるに違いなかったのに。
ゲゲ、お前は、柴田さんの愛犬、ポチ太郎ではないか。まだ生きてやがったのか。このクソ犬、女の子が来ると、尻尾を振り、ウレションでこびるが、男の場合は、おっこと主様ばりに突進してきて、土佐犬並みの力で男を食い殺す、モンスター犬なのだ。こいつ、まだ生きてたのか。とっくの昔に死んだと思ってたのに。お前がいるせいで、柴田さんに会うときは、男子全員稲葉物置に乗って、100人乗っても大丈夫と叫びながらじゃないと、会えな、ドワー。ズボー、いたた、クソ、ポチ太郎め。あの威力、まだまだ現役ってことか。あの突進のせいで、友人の宮崎くんを筆頭に300人の子供たちが天国に旅立ったが、ポチ太郎が、柴田さんの犬だからという理由で、事件自体闇に葬られただけのことはある。それほどまでに柴田さんは、村人に慕われていたということだ。私も、子供の頃にあの突進を食らっていたら、301人目の子供として、天国に旅立っていたな。あの時、宮崎くんをおとりにして、本当によかった。ありがとう、宮崎くん。ポチ太郎め、鋭利な刃物が効かないとか、それもう、犬じゃないだろ。安全地帯から動物に弓を射るなんて、もう、目が笑っていないパンダ団体から、クレームが来そうだ。しかし私はひるまない。なぜならポチ太郎は、もはや、動物という枠を超えた、戦闘兵器だからだ。弓も効かない、か、だと思ったよ。お前を倒さなければ、柴田さんに会うことはできないのだ。あの頃の、膝を抱えてガクブルしてた私とは、違う。勝負だポチ太郎、ズガハー。か、体が動かない。3パート続けて、エンディングロールが流れちゃう。さすがに怒らどげへー。ちょっと待って、まだエンディングロール流してないじゃん。谷村新司も、若大将も、来てないじゃん。なんでそういうことじゃはー。これはやばい、完全にはめられてる。まるでスト2で、ベガのダブルニープレスではめ技されて、手も足、オブヤー。だから、待ってちょろわー。てめえ今、私が起き上がるの、待ってただろう。ざけんな、ここまでおちょくられて、黙っている私ではない。全身を甲冑で固めているのは、己の弱さゆえの行動。そぎゃはーん。今までの人生の中で、これほどまでに蔑まされたことが、あっただろうか。誰か、北朝鮮のテポドン発射してー。ふにょわー。はめるなこの野郎、私のように、友達なくすぞ。舐めやがってこの犬畜生めが、人間様ひー。いい今以上、高齢以上、愛されるより、何が言いたいかと申しますと、安全地帯を発見したのであります。あるものは、私のことを、臆病者だと罵ることだろう。でも、よく考えてほしい。ポチ太郎が入り込めない場所を探し出すことは、人間のように崇高な知能を持つ生物にしか、できないことなのだ。あれ？あ、どうしよう。これもしかして、閉じ込められた？そうだ、こっち行けそう。はっはっは、サクサクだぜ。とても4時間悩んで見つけたようには見えんな。じゃあ、やめろよお前、そういう嫌がらせしても、私は絶対に下に降りないからな。あの野郎、待ってやがる。なんてど畜生だ。ひー、やめてやめて。ここから落とそうって魂胆だな、絶対嫌。しかし、この状態、私の方が有利なのではないか？ポチ太郎は、この下で、私のことを待っている。この状態で、目の前の炎の置物を落とせば、甲冑が燃え、熱くて脱ぎ出すに違いない。これぞ、北風と太陽作戦だ。なんということだ、イソップ物語の北風と太陽作戦が、ポチ太郎に効かないなんて。言われなくても、ポチ太郎の弱点が炎ってことは、なんとなくわかっていたさ、バカ村長。問題なのは、
この置物を下に落とせないことだ。これ、どうやるの？バイオみたく、私が押して下に落とすんじゃないの？カプコンの常識は、ソニー・コンピュータエンタテインメントには通用しないの？あはははは、なんだ、私がアホだった。置物を落とすんじゃなくて、ポチ太郎が体当たりした時に落ちた松明、これを使えばいいの。はぁ。今、ものすごい殺意を感じた。あの松明をゲットすること、イコール、ポチ太郎の最後だということを、野生の直感で感じ取っているのか。敵ながらあっぱれ。ほれほれほれ、ポチ太郎ちゃんの好きな、萌え萌え松明ですよー。あー楽しい、急に楽しくなってきた。あれだけボコスカ殴られやー、いじめてみたくもなぐへー。きゃー、助けてー。まったく、油断も隙もあったもんじゃない。近寄りすぎると、張り手をかましてくるとか、関取りかよ。確かにポチ太郎は、どすこい体型ではあるが、あ。押し出しー、ポチ太郎の富士、まさかの押し出しで、初黒星だー。痛い。ポチ太郎にはフルボッコにされるわ、高いところから落ちるわ、柴田さんには会えないわで、もう散々だ。おお、ポチ太郎の甲冑が、破壊されとる。これだ、これを狙っていたんだ、かっこ棒読み。そして、なぜかポチ太郎にタブーシールが貼られとる。いくら村中で流行っているからって、犬畜生につけるのは、どうだろう。お前が貼っても、おしゃれじゃねえから、とらー。なんてアクロバティックな吹っ飛ばされ方だ。私事ながら、その高い芸術性に、吹っ飛ばされ界の伊藤みどりと呼ばれてもいいのでどうー。もう嫌だ。ポチ太郎のタトゥーシールを剥がし、全身の毛を丸刈りにして、アンニュイな顔をしてるポメラニアン状態にしてやる。タイヤー。弱、ポチ太郎、撃たれ弱すぎる。たった2発で気絶するなんて、ジャンプの漫画のラスボスだったら、編集者にボコボコにされ、ソース通じくわげとドギャードギャージャー。ぐはー。目が笑ってないパンダが来るよの食事会で、ブブ漬けのフルコースを出したことは、ちょっとしたジャパニーズジョークなんですよ。まさか本当にみんな帰っちゃうなんて、。はぁ、よかった。21世紀で、初のギロチンの刑に処されるところだった。忠誠リスペクトしすぎだろ。もう、柴田さんなんかどうでもいいや。ボコボコにされすぎて、心が折れました。あるああ、すがすがしい。今まで、やたら湿度の高くて、ジメジメしたとこばっかだったから、こういうところに来ると、私も自然の一部になったような気持ちになるなー。
最近、やれ湖だ、やれ川辺だと、何かと水攻めされたせいか、徐々にトラウマを克服しつつある私に対して、なぜ、かさぶたを引っぺがすようなことをするのだ、大自然よ。私がトラウマを克服し、一皮むけたいい男になるのが、そんなに嫌なのか？ふふふ、今、誤って水に落ちたように見えたかもしれないが、これは、わざとだ。真のいい男とは、己の苦手なものにこそ、あえて飛び込む勇気を持つもの。のんけだけど、真のいい男だから、あえて安倍さんの誘いに乗る男。そういうのを、真のいい男というのだ。だから私も、水回りが苦手だけど、あえて飛び込んだのだ。そんな言い訳をしているうちに、広いところに出たよ。巨大カタツムリが出たー。いやー、モスラよりキメイー。ふぼぼぼぼぼぼぼ。はぁはぁ、なんなんだこいつ。世界最大級のカタツムリ、アフリカマイマイだって、全長20センチの手のひらサイズなのに、こいつ、どう頑張ったって、手のひらに乗らないよ。しかもこいつ、金色のお米粒をぶつけてくるんですけどー、生米はやめて、生米はやめくぞー。農家の人が手塩にかけて育てたお米を、惜しげもなく投げつけてくるなんて、なんて悪いやつだ。お米を無駄にすると、とんでもないことになるって、親に言われなかったがー。だから、お米を無駄にするんじゃないよ。お前は、私が子供の頃、母親に、米を一粒でも残すと、目玉をえぐられると脅され、必死になって食べたあの時の純粋な思いをも、踏みにじっているんだぞ。母親は、一体どこの誰に目玉をえぐられるのか、具体的なことは言ってなかったけど、私は、勝手に小さな妖精が目玉をえぐり取ってくる映像を想像し、泣きながら食べていたよ。今考えてみれば、そんな恐ろしいものを主食にしている、我々日本人は、恐ろしいほどのハードモードな文化を持つ民族なんだなぁと、思いました、まる。さてさて、お米を無駄にしてはいけないという日本国憲法を復習したところで、ちょうどいいところによじ登れそうな苔があるので、登ってみよう。ところでこのカタツムリ、なんで水の中にいるの？あれ？そういえばカタツムリって、水の中に住む生き物だっけ？これはもしかして、全国展開されているイタリアンのチェーン店、サイデリアで大量に販売されている、エスカルゴのオーブン焼きのために、多くの仲間が、人間の胃袋を栗にされていることに対する怒りのため、新たな方向に進化したということか。いわゆる、ゴジラ的な感じか。ゴジラ、モスラ、キングギドラとくれば、こいつはさしずめ、カタツムラ。ああ、違った、あなた、松井さん、松井さんよね？すんません、てっきり、新しいゴジラの当て馬かと思いました。危ない危ない。最近、よく人違いをしてしまうんですよ。またやらかすところだった。お初にお目にかかります。村長から、松井さんのことを紹介してもらってやってきました。あなたの背中からこんにちは、ゆっくりワンダと申します。そう、あなたが必死で振り落とそうとしている男こそ、ゆっくりワンダなのです。人畜無害のいい男なだけなので、そうやってブンブンして、振り落とそうとするのはやめてください。そうそう松井さん、今日は、俳優、岡本信友もびっくりの野草マニアであるあなたに、お聞きしたいことがあってやってきたんですよ。貧血に効く野草、ヨモギの生えている場所を知っていたら、教えてくださいな。野草とはいえ、それなりに知名度の高いヨモギなら、ミス臭毒物も食べてくれると思ったんですよ。
我ながら、ナイスアイディア。これでミスシュート区物も、陰で私のこと、便所コオロギと呼ばなくなるに違いない。ところで松井さんは、今流行りのタトゥーシールをつけてないんですね。最近出会った村人は、みんなつけてるから、ついつい探してしまったけど、今のところ見つからないところを見ると、松井さんって、流行り物に流されないタイプなんですね。てらかっこよす。松井さんなら、ミス習得物に苦しめられている、この私の苦しみを理解してくれるかもしれない。松井さん、どうかよもぎが生えてるところを教えてください。最悪、散歩中の犬のおしっこがかかってる恐れがあるやつでも、おやー。は、いけない。すみません松井さん、いきなり攻撃したりして。なんかこの物体が、人間の虫歯に見えちゃって。虫歯といえば、お母さんと一緒の、虫歯建設株式会社。ご存知ないのですか？虫歯建設株式会社とは、虫歯が会社を設立して、人間の歯をボロボロに破壊してゆく、とんでもなく恐ろしい歌なのです。奴ら、虫歯のくせに、株式会社なんぞ設立しやがって。しかも、今の時代なら、資本金1円で会社が作れちゃうけど、この当時は、古い法律だったから、資本金は、1000万は必要のはず。しかも、驚くことに、社員が648人もいるらしい。そう、歯が痛くないからといって、歯医者さんに行かないと、虫歯建設株式会社の全社員に、お口をボロボロにされるよ。で、なんだよ村長、虫歯建設株式会社についていろいろ語ってたのに、話の肩甲骨を折るなよ。他にも、子会社として、アメハ建築設計事務所がいるとか、いろいろ話したかったのに。まあ、虫歯建設については、また今度語ることにして、この物体を叩くと、松井さんがよもぎのある場所に行ってくれるみたいなので、頑張ってぶっ叩いてます。叩きすぎて、手がビリビリするよー。でも、これでよもぎをゲットできれば、ミス習得物から解放され、謝礼金もガッポガッポ、ついでに、村人から巻き上げた貯金箱の中身もいただいて、私の人生、ウハウハだぜ。ほほう、ここによもぎがあるんですか、松井さん。私、草の状態のよもぎって見たことないんだよね。よもぎ餅なら見たことあるけど、この程度の知識しかないので、ちゃんと教えてくださいね。ヘビー。何すんだ昆虫症。なんでお米を投げつけたの？ライスシャワーなの？ライスシャワーにしたって、全然チクチクされてる風じゃないよね。何そのポーズ、荒ぶる松井さんのポーズなの？それとも、家族がご飯を食べてる時に、私も食べたいと言わんばかりに、テーブルに前足をかけ、顔だけ出している犬のポーズなの？なんなのそれ？可愛いと思ってやってるの？あ、諦めた。松井さんの意図が、わからない。何故私をここに連れてきたのだ。そして何故荒ぶる松井さんのポーズをとって、私を脅すのだ。めっちゃ見てる。怖いよー。で、ちょ、もうそれいいから、お腹いっぱいだから、たまにはおかずも投げてよ、塩辛とか、ご飯ですよとか、可愛い女の子の画像とか、さすがの米好きの私でも、米だけじゃ箸が進まないんだから。ってなことをブーブー言ってたら、松井さんがおかずを取りに行って、くれないですよねー。ひー。わかった、これは、私の胸に飛び込んできなさいという、松井さんの慈愛のポーズ。それでは、お言葉に甘えて、松井さーん。はーん、松井さんの懐、とっても大きい。さすが、タトゥーシールなんて流行り物に流されない、こう花、って、つけてるんかーい。なんだよ、全然こう派じゃないじゃん。バッチリタトゥーシール貼ってんじゃん。そいせー。おいどんはタトゥーシールなんかに興味ないでごわす、みたいな姿勢だったのに、ふごふごふごぐひおぐおいごふごぐひおぐおいごごごご。流行り物に流される松井さんなんて、野草マニアの風上にも置けない、岡本のぶとに謝れ、岡本のぶとに謝れ。偽野草マニアめ、どうせどうせ、よもぎの場所も知らないんでしょ？ほらちょー。この私を騙しやがって、こんなタトゥーシールなんぞ、ひっぺがしてやんよ。てか、
暗い暗い、前が見えない、まるで私の人生、ふごごぽぐおぐおごごごごごご。はいはい、松井さん、じゃあ、腕を高く上げてねー、大きく息を吸って、そのまま息を止めててね、今だー。どんな人でも、健康診断の時だけは、スタッフの言いなりになってしまう、あの心理を巧みに利用した、私の勝ちだー。あ、ちょっと松井さん。岡本信人に謝りもせずに逃げるのは男らしくないですよ。自分で自分のことを男らしいとかいい男とか言っちゃうやつに限ってビビリでヘタレだ。アズクエアオキスグミゴヤウマスロリツイートケブンウェオプグ。村おこしのために、ジンベエザメを捕獲して、上野公園の国立科学博物館のクジラの置物に対抗してみろよって、言っただけなんです。まさか、美ら海水族館のジンベエザメを捕獲しようとするなんて、むにゃむにゃ。は、夢か。あんなことしたら、政治の悪いニュースをごまかすために、全国ネットで派手に放送されちゃう、ビクンビクン。結局松井さんは、野草マニアでも何でもなかったわけだ。私としたことが、まんまと釣られてしまったわけだ。まったく、歳は取りたくないもんだ。存じない。